こんな感じでですね、後ろ全部糸処理をしてきました。で、今こんな感じでこれダイソーのあのアイロンのマットなんですけれども、これを今引いてアイロンを当てようかと思います。で、本当だったらこの四隅にこうやってして待ち針打って綺麗にやっぱしなきゃいけないと思うんですけれども、なかなかねこの待ち針を打つっていうその下の土台が私はないので、もう普通にスチームアイロンですね。スチームアイロンで、裏側から当てていきたいと思います。多分これは邪道やって言って、ちょっと怒られるかもしれないですけれど、これを、ま、適当な感じでこうふわーっと浮かしながらこう当てちゃいます。はい、こんな感じで大きさが一緒になるような感じでちょっと伸ばしつつですね。シャーっとこうやってするとちょっと四角になるじゃないですか本当にこんなんでいいのかっていうのをちょっと申し訳ないですけれども、やっぱり手軽にできる方がいいと思うので、私の場合はお手軽です。はい、こういった感じで後ろを、あ、これ表かな、後ろや、ちょっとこう形をね整えながらやっちゃいたいと思います。こんな感じで当ててですね、そっからモチーフをつなげていこうと思います。で、1枚こっちつなげたのがあるんですけれども、こんな感じですね。こういった感じに、ここのところが、何もないというか、この普通の感じのグラニースクエアの形で、こっちとこっちにあるんですね、このハートマークっぽいのが。こことこことここ。で、こことこことここっていう風な感じにしてつなごうかなと思います。はい、それではですね、モチーフをつなげる前に一応こんな感じでしますっていうのを並べてみます。で、私はこっちに1枚だけで、下が2枚ですね。こういった感じに同じので、こことこことここが同じような感じになるようにしていこうと思います。で、まず最初にですね、この縦をつないで、それからこの横をビーッとつなごうと思います。まずはこちらとこちらをつなげていこうと思うので、最初にこの2枚ですね。これをちょっとこのまま置いておいてですね、つなげていこうと思います。こっちを、こっちが表です。両方とも表。で、これをこんな感じでつなぎたいと思います。で、糸の長さはそんないらないんですよね。下までこうやっていくんですけれども、あんまりいらないので、まあ2倍ぐらいです。こんな感じでここにあって、もう一つここにモチーフがあるとしたら、こんな感じで1、2倍と残して、2倍のちょっとぐらい残しておきます。それでカットしますね。はい、で、とじ針に
糸を通します。はい、通したらですね、このモチーフとモチーフ、まあだいたい同じ大きさになってると思うので、これのですね、もう私は本当あまりちゃんと習ったことがないので適当にっていう感じになっちゃうんですけれども、この真ん中のあたりの上半目とこのあたりにします。でこっちだったら、ここ2目鎖があるうちのこの下の方とか上の方でもいいかな、この上の半目を、上じゃない、こっちだったら下ですね。でこっちの上の半目を取って、まずはシューッと引っ張って、こっちは糸処理できるぐらいに残しておきます。でもう一回同じところに入れて、で引き締めます。この時に糸がシューッと抜けやすいので、ちょっとこっちの方を押さえておいて、そのままピッと引っ張ります。そうするとまず1つ目くっつきました。でそんで、それからですね、隣隣にこっちの上下、上半目と向かい側の下半目を合わせる。でちょっとこの糸が邪魔になるんですよね、なのでちょっと挟んでおきます。ほんと邪魔になるので。で次は隣の上半目下半目同士をくっつけるっていう感じでやっていきます。はい、こんな感じで真ん中じゃないですね、ここからずっと編んできて、この辺りに今来てるんですけれども、下まで行ったらですね、これでこのモチーフは一応つなげれました。で次に今度はですね、この下ですね、こういった感じであって、その次に下にこれと、でこれとこれがこう来ると思うんですよ。はい、なのでここをですね、もうこのままつないじゃいます。これはちょっと置いといてですね、ここのところをつないじゃおうと思います。ここもぺったりと合わせますね。で一番最初に入れるのは、私こっちから入れたので、どのあたりかな、このあたりですかね。ここを編んでいくとして、この次の目ぐらい、1、2あったらこの目ぐらいに入れましょうか。こっちもこの目ぐらいに入れようかなと思います。あんまり厳密にこことはなくですね、今こんな感じでつながってるんですけれども、でそのまんまお隣につないでいきます。そうするとちょっと今ここ、こんな感じになってるんですけれども、あとここをこうするので、まあ、こんなブラーンとなった感じになってるかなと思います。ちょっとシュッとして。はい、こんな感じですね。これで下までずっとつなげていきたいと思います。はい、こんな感じで一番下までやってきました。はい、そしたらこのモチーフのつなぎは終わりになります。はい、できたので、次はですね、今度こっちですね、ここの2枚をこう合わせて、こっちが表になるので、これをまたここから糸をつなげてつなぎたいと思います。はい、こんな感じでモチーフが、まあ、縦につなげれたので、次は横をじゅーっとつないでいこうと思います。でその時もさっき2倍ぐらいで大丈夫だったので、ここも2倍ぐらいっていうことに、はい、2倍と少しだけ残してカットして、これでつないでいきます。は
い、これをつないでいくのももう同じような感じなので、ここのとこをこんな感じに、こっちが表です。ピタッとくっつけて、上半目と下半目ですね、端っこのあたりに入れます。ここら辺端っこかな。で、ざーっと引っ張って糸処理できるぐらいにこっちは残して、でもう一回同じ場所に入れて通すっていう感じですね。で、ずーっと編んで、またこの辺りに来たらご説明しようかなと思います。はい、端っこの辺りまで合わせてきました。で、そしたらここ一番端っこになるんですよね。ここのところ糸が渡ってると思うんですけれども、そのままここの糸をですね、もう渡らして次のこの目と、で、まあ、この辺りですよね、ここに入れてもうやっちゃいます。もうそのまんまつなげて、こうここのところですね、こんな感じになってるんですけれども、ちょっとキュッと 引っ張ってちょっと長くついて、こんな感じです。そのままつなげて、で、次の目と次の半目を合わせるっていう感じでもうやってきます。はい、端の方まで来ました。あともう一目いけるかな。で、最後だけ2回くぐらせて、これでモチーフがつなげれたので、できたらですね、ここの糸処理をして、それからここ今ちょっと歪んだりとかしているので、アイロンをかけて、それからですね、また下のところを編んでいかなきゃいけないので、それを編んで、まあ、組み立てるみたいな感じですね。編み物のようで編み物のようでないような感じで、ちょっとバッグを仕立てていこうと思います。はい、モチーフをですね、アイロンをかけて、そしてキャンパストートバッグに一応こんな感じでかぶせてみました。ここのところはこういった感じになっていて、ここは待ち針でこう留めてるだけになってて、最終的にはここも合わせていくんですけれども、こういった感じで、まあ、一応かぶさるかなっていうのを見ていただいた方がいいかなと思うので、一応確認のためにやってみてください。はい、で、こんな感じでちゃんとできるかなって確認ができたら、今度この下を編んでいこうと思います。はい、それでちょっと私下を編んでるものがあって、これを当てるとこんな感じになります。こういった感じですね。この端から行くと、端までよりちょっと私大きめに編んでますね。ここのところ、ま、ぴったりだとちょっとここのところをこう合わせたりするときに引っ張られるとダメなので、少々大きい感じです。で、これは21目鎖を編んで、長編みで編んでるものになるんですけれども、21目なので、まず糸端は糸処理できるぐらいに残していただいて、で、鎖を21目編んでいきます。はい、21目編んできました。そしたらですね、立ち上げ方になるんですけれども、鎖で立ち上げるんじゃなくって、長く立ち上げる長編みの立ち上げ方っていうのでやっていきます。で、鎖で立ち上げたりしちゃうとですね、この横のところが鎖になると長編みってこうブワッと広がっちゃうんですよね。で、この部分を周りをモチーフとかがってやろうと思ってるので、なるべくなら鎖で立ち上げるんではなくって、まあ他にもやり方あると思うんですね。長編みの立ち上げ方別でやっていらっしゃる方もいらっしゃると思うので、その鎖じゃない立ち上げ方でした方が綺麗になるかなと思います。はい。で、私のその立ち上げ方は下の説明欄に貼ってありますので、よろしければそちらの動画を見ていただくと詳しくご説明しているので、
よろしければそちらの方をご覧になってみてください。で、一応今簡単にやりますとですね、ちょっとおさらいがてらですね、こんな感じで長く引き伸ばします。で、一番最初のこの入れるところ、ここのところをちょっともうちょっと鎖を大きくしておいた方がいいんですよね。21目目なんですけど、私の場合は。21目目をちょっと気持ち緩めに作っておきます。そうすると裏山を取りやすくなるので、一番最後だけこう緩めに編んで、ちょっと押さえておきますね、ここのところ。で、長く引き伸ばして、で、ぐるんと引っ掛ける方法なんですけど、ぐるんと引っ掛けて、で、下半目に入れたいところを、ちょっと裏山を取っていこうと思うんですけれども、もしもやりにくかったら、下半目でも大丈夫です。ぐるんと引っ掛けて、この入れるところ、一番最後の21目目の鎖の下半目に入れて、引き出します。で、この時に、全部まだここ押さえたままなんですよ。今、ぐるんってなっちゃったと思うんですけど、ここをですね、押さえたままでいます。で、かけて、2本を抜きます。で、かけて2本抜くっていう感じでやっていただいたらいいかなと思います。で、その隣からはもう普通に長編みを編むっていう感じでですね。で、裏山を取られる方は今さっきみたいに結構長めに最後の鎖を出していただいた方がいいかなと思います。とりあえず最後の鎖は緩めに編んだ方がこの立ち上げ方でやるときにはやりやすいと思うので、緩めにこんな感じで編んでもらって、ぐるんと引っ掛ける。で、裏山を取る場合も、ここですね。やりにくいと思うんですけど、入れてもらって、で、立ち上げる。っていう感じでやっていただいた方がいいと思います。で、最後ここまで編んできて、立ち上げる方法もこちらと一緒なので、よろしければ下の動画を見ていただくと分かりやすいかなと思うので、編んでみてください、一緒に。はい。では、これをですね、自分の、テンションで編まれるとまた違うかもしれないので、今ここあると思うんですけど、この端にこう合わせてもらってですね、こう自分でこうつまんで、こう合わせたとして、想定をして、ここを編んでいただいた方がいいと思います。なので、私の場合はちょっとまだこれ途中までなんですけれども、こういった感じですね。あともう一段ここのところでちょっと糸がなくなったので、これで3玉目入るんですけれども、一応こういう感じでつけてもらって編んでいただいた方がいいかなと思うので、このままですね、私はちょっと編んでいこうと思います。私の場合は2、4、6、8、12、14、16、18、20、21、22段ですね。22段ぐらい編んで、これとぴったりぐらいだったので、はい。ではもうちょっと編んで、それからまた次の、説明ですね、したいと思います。はい、底の部分を22段編んできました。で、まだこれ糸がついた状態になってるんですけれども、こっちのですね、ここのモチーフを、一回こうつないで、で、この下もこうつけなきゃいけないので、この分の糸の長さを残してカットしたいと思います。だいたい、一周。何周ぐらいかな？結構長めに残した方がいいかなと思うんですけれども、一度切ってからでもできるので、もしもつなげたくなかったらそれでも大丈夫です。1周、2周ぐらいは残しておきましょうかね。2周ぐらい残して、それでカットしておきます。はい。で、これをですね、抜きますね。これ絡みそうな予感がするんですけれども、結構長いので、はい、こんな感じにして、それでこれちょっと一応置いておきます。はい。で、次はですね、この側面をかがっていこうと思います。この横ですね、ここを合わせていこうと思います。はい。それではこちらモチーフをぐるっと一周つなげていきます。で、つなげ方はですね、先ほどと一緒のやり方になっているので、の長さですね、2倍ぐらいでよかったと思うので、私さっきから長い目にちょっとやってたんですけど、2倍ぐらい取って、それでまたここを最後まで合わせていきます。
はい、それではですね、こちら全部こうつないで輪っかにできたので、これをですねスポッとかぶせていきます。このまんまちょっとかぶせて、この端っこが端になるように私はしたいと思うので、まあどこでもいいと思うんですけれども、こういった感じでポソッと入れちゃいます。はい、こんな感じです。で、この底をやらなきゃいけないと思うので、底のところをですね、ちょっと今これ中身何も入ってないんですけど、これ結構すぐに底がペチャッとなっちゃうんですよ。なのでですね、私はこの中にちょっとこれぐらいの大きい、これ東海さんで購入したミックスロールとキャンディー、これを入れるとちょうどの大きさなんですよね、これ。なのでこれを入れてですね、ちょっと何か物を下に入れた方が、こうやってしてちゃんと底のところができるので、こういった感じにします。横は合ってるかと、もう一つこの底も合うようにしてですね、ちょっとかぶせてみますね。そうするとこうやってできるじゃないですか、底のところが。で、その四隅に待ち針をちょっと留めておきます。まあまずここが合ってるかどうかですよね。側面を合わせてもらって、一応こう打っときます。で、もう一つ反対のところ、これもですね、こんな感じにして、まあ、打っときます。はい、針に注意してみてください。で、あったらですね、この端っこあると思うんですよ。この角のところ。このところに、四隅に、段数マーカーでもいいし、段数マーカーの方がいいかな。針だとちょっと危ないので、段数マーカーをこの角のところ、ここにこう打っておきます。打つじゃなくてはめておきます。こんな感じで。で、こういった感じで、まあ大体のところですよね。厳密にきちんというわけでもないので、このところ。うん。で、反対も向けちゃいますね。こうやってここのところだと、もう一個これにしようかな、のところと、で下をこうつまんでやった、ここのところですね、ここのところ、まあ、この辺りっていうので印をつけました。はい、印をつけてですね、この辺りで OK な感じなので、これをですね、どっちが表でもいいと思うんですけれども、こういった感じにしていこうと思います。で、外してでもいいし、このままでもやってもいいと思うんですよ。で、こことここと待ち針か、それとも段数マーカーとかでもいいと思います。で、ニット用の私は待ち針でこうやって閉じます。ここなので、こここう留めた方がいいかな。はい、でこっちもピラッとして、このところとここ、で一番最後こことここですよね。あ、ニット用の待ち針じゃない、この普通の待ち針だと先がすごく尖ってるので、私いつも刺すんですよ。なので危ないので、ちょっとニット用の待ち針にしました。こんな感じでですね、やっていくとバッグがちょっとだんだんできてきました。かわいいですよね、このバッグ。春先までいけそうな感じ。白だし、私の場合は白にしたので、これをですね、周りをとじ針で閉じていきます。で、ちょっとここのところが上が、ま、こんな感じで上げてもいいんですけど、一周
くらい、2周ぐらいを細編みで最後つないでしまおうと思ってるので、とりあえずはこの下をですね、まあ、このまんまでもいいし取ってでもいいんですけど、このまんまの方がやりやすいかなと思うので、これでこのまんまとじ針で閉じていこうと思います。はい、それではですね、ここのところを閉じていこうと思います。ちょっとこれをずらしてこっちにやっとこうかな。まずは一番端っこ、ちょっとここ取れそうなので一回もう一回ここに切っとしますね。で、一番端っこと、まあ、端っこらしきところの段数マーカーついているところをまずはかがっていきます。最初だけ2回ちょっと入れますね。はい、入れました。そしたらもうこっからはもうダーッと、この横はまあ適当にこう鎖ではないのでかけれるところがあると思うので、それとこっちは半目にしようかな。半目の方がいいかなと思うので、半目でもいいし全目でもいいし、どちらでもいいです。これはお好みな感じで、半目の方がいいかもしれませんね。でも全目よりちょっと半分こう鎖が見えた方がいいかもしれないので、こんな感じでこの鎖と半目とこちらのまあお迎えさんぐらいをこうやってかがっていきます。これは1周かがっていきます。はい、ぐるっとですねかがってきました。はい、でもここで終わりになるのでこれを裏に出します。これを裏に出して、でこれはもう取っときます。で、出したら裏の方でもう糸処理をしちゃいます。どこかもう適当なところにですね入れちゃって、はい、どっかこの辺りに入れちゃいますね。一目戻ってシュッ、で、キワでカットします。はい、これで終わりになります。で、終わりになるんですけれども、もちろんここでも終わりになってもいいかなとは思うんですけれども、ちょっと私は上のところのこのボコボコしたところがですね、すごく気になっているので、ここのところはもうちゃんとかがってこんな感じになってるんですけれども、ここのとこですね。これが気になるので、ちょっと2段ぐらいは細編みを編もうかなと思います。糸も結構残ってると思うんですよね。これ3玉目ちょっと惜しかったですよね。ちょっとだけしか使わないのに残っちゃってるので、本当だったらきちっと終わればよかったんですけれども、はい、なのでここに糸をつけてですね細編みで編んでいこうと思います。はい、それではですねこちら5号針を使用してまた編んでいきます。で、一番最初スタートするのはまあどこでも大丈夫なんですけど、ここがつないだところになると思うので、と上半目だけ拾って筋編みで編んでいこうと思ってるんですね。なのでここをこういった、まあ、この辺りどこでもいいと思うんですけど、この真ん中は避けるような感じでいこうかなと思います。この辺りからにしようかな。で、引っ掛けて引き出してきます。で、こっちも編みくるみながら進めたいと思うので、まあ少し残るぐらいで大丈夫です。で、ここで鎖を一つ立ち上げて、根元のところ、上半目だけしか拾ってないので、細編みを一つ編みます。はい。で、もしもわからなければ、ここぐるっと回ってきた時に、まあここまでっていう目印でつけておいてもいいかもしれませんよね。意外とどこまで編んだっけって私見たりとかするので目印につけておきます。はい、で上半目なのでこの鎖の上半目を拾って編んでいこうと思います。けどここのところは2目、これは2目ですよね。2目鎖を編んだと思うので、ここのところはもう即に
入れてもらって、ここで2目編んじゃいます。このところは半目だけ取るとボワッとなるかなと思うので、こんな感じで入れて編みました。で、次からが上半目で編みくるみながら、上半目を取って編みくるみながらぐるっと編んでいこうと思います。はい、ここからずっと編んできました。で、ここも上半目を入れます。で、ここのところが2目で、次モチーフのこの玉編みですね、つないでいるところなので、ここはそのまま入れて2回ですね、細編みを編みます。で、玉編みのこの上のまとめたところに1つ上半目というか、ここですね、半目に入れました。で、ここのところが中長編みでつないだところになると思うんですけど、1目ぐらいしか入れるスペースがないので、ここに1個入れて、で、次に行こうかなと。そうするとちょっと開くかな。開くかなと思ったら2目でも大丈夫です。ここ入れて、もう一つこのところ、間のスペースに入れちゃいますね。で、つないだところに入れる。で、ここのところも中長編みだったんですけれども、1回だけにします。ここのところも1回しか入れなかったので、1つ入れて、その隣からは長編みなので、そのままつないで、上半目だけを取っていきます。で、ここのところは鎖1個で飛ばしていったと思うので、鎖1つ分このまま入れて編みます。ここのところは上半目だけ。っていう感じで、この長編みとかの編んでるところは上半目を取って、で、1つ鎖を飛ばしてるところは束に入れて編むっていう感じでぐるっと編んでいこうと思います。で、私は、まあ、2段ぐらいは編もうかなと考えているので、2段は編もうかなと思います。で、結構人によってもう1段編んだりとかもできるかなとも思うので、ここはもうご自分のお好きな感じで編んでみてください。はい、では編んでいきたいと思います。はい、上の細編みは結局は4段編んできました。で、こんな感じですね。ここのところがあんまりだるんともならずに、そんなピーンともならずにっていう感じで合わせたんですけれども、4段ぐらいでしたね。最初2段とか言ってたんですけれども、全然違う風な感じになってしまいました。で、下はこういった感じです。はい。で、できたら、あとここはですね、一周引き抜き編みをしようかなと思います。まだ糸も全然いっぱいあるので、ここのところをですね、引き抜き編みで一周整えます。はい、引き抜き編みです。ここが今糸がこう出てるところなので、その次の目に入れて、そこから引き抜き編みをスタートさせます。で、ここのところに段数マーカーをつけて目印にしておきます。で、その隣の目に入れて、引き出してきて、引き抜く。入れて、引き出して、引き抜く。っていう感じで、引き抜き編みでぐるっと一周編んでいきたいと思います。はい、ぐるっと一周編んできました。そしたら、もう終わりになるので、ちょっとここのところの糸処理をします。で、スルスルと抜いてですね、ここのところを、とじ針に糸を通します。で、通したら一番最初にこの段数マーカーをつけたところの、この目の真ん中にとじ針を通して、で、ちょっとキューッと締めます。で、出したところにもう一回戻して、出てるとこですね、これでこうつないでできました。はい、これをまた裏で糸処理をして、それでおしまいになります。で、最後グルーガンで留めようと思っているので、もうこのまま 留めちゃおうかなと思って、もうこのままにしてるんですけれども、グルーガンで留めておしまいですね。糸処理も全部してあるし、まあ、糸処理してなかったとしても見えないかな、見えるかなと思うので、とスッと行って、これでおしまいです。はい、これで終わりになりました。
こんな感じですね。これで完成です。はい、では最後にグルーガンでつけていこうと思います。はい、それではですね、グルーガンが温まってきたので止めていきたいと思います。で、こんな感じでこの横の線とこの横の線を合わせてあります、両方とも。で、以前あのバッグを作った時にコメントでこの裏返して使った方が綺麗ですよってあのおっしゃられてる方がいらっしゃったので、そういう風な感じでしようと思ったんですけど、やっぱりここのところがあのこういうとこですよねが響くとダメかなと思ったので、今回も表と裏ですね、こっち表をこんな感じにして裏を中にしようと思います。はい、ではですね、まず端っこからやっていきます。上の方に結構ドバドバーっとつけて、でぺったりこんな感じでやってきます。ちょっとはみ出ちゃったかな、ちょっとはみ出ちゃったのはこんな感じで鳴らして、今ぐるっと一周じゃつけていきたいと思います。はい、グルーガンでここを一周ぐるっと止めてきました。こんな感じですね、ここのところも止めてきました。で、下はこういった感じで、まあ止めてはないんですけれども、まあぴったりに合わせてあるので、こういった感じのもう普通のなんかバックチックな感じになってるかなと思います。はい、でちょっと先ほど入れていた大玉の毛糸を入れてみたいと思います。はい、毛糸を入れてみました。これ一つずつ 100g ずつあるんですよね。なので 200g なんですけれども、まあ持ち上げても沈むことはないと思うし、もしも沈んだりとか、まあ、気になるっていう方はセリアさんとかダイソーさんで売ってるバッグの底板のやつがあると思うので、それをこの形よりちょっと小さめに切って引かれるといいんじゃないかなと思います。でもこのハンプ自体がすごくしっかりしてるんですよね。持ち手もすごくしっかりしているので、100均っていう感じには見えないんですよね。これシンプルで白だし、はい、今回はこんな感じのバッグを作ってみたので、よければ皆さんも作っていただけると嬉しいです。はい、今回の動画はいかがだったでしょうか。この動画が良ければ高評価、それからチャンネル登録をまだの方はぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。